大人になってニキビはできます。でもなんかこう若い頃のニキビとは違って、大きいニキビがドンってできて、なんかいつまでいるのみたいな感じの大人ニキビはできちゃいますね。大人になったら結構やっぱ疲れてる時とか、あとなんか不節制な生活が続いたりとか、自分にとって良くないなって思ったことをしちゃった時に、やっぱすぐこう結果として肌に出てきてしまったりとかして、なんかいつまでいるのみたいな感じの大人ニキビはできちゃいますね。やっぱ私もティーの時にプロアクティブを使ってたので、半信半疑というか、本当に大人ニキビにいいのかなっていうな感じで使ってみたんですけど、これもいいじゃんみたいな感じで結構びっくりしました。疲れたりとか、なんかいつもホルモンバランスが崩れたりとかしてできやすい時とかに結構全くできなかったりとかして、ニキビがなんか本当に予防できた気がします。なんかどっちかっていうとニキビケアって保湿とは無縁なイメージがあったんですけど、保湿もしっかりされるんだと思って結構びっくりしました。ニキビを知り尽くしてるからこそ、このコスパで成分をちゃんと使って予防ができるんだなっていうふうに実感しました。騙されたと思って使ってみてって勧めたいです。